はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえずバハの塔ですねに行くことになったので、地図を見てみるとここですね。そうするとワープするのはここが一番近いかな。エタニア王と遺跡、ここへ移動しましょう。もうマップがね結構広くなってきたんで、一人でどうした、ダーナ。寄りたいところがある。まあ別に今は急いでないからいいのか。離緑島を抜けた先へ行ってみたい。何か思い出せそうか。なんとなく見てみたい。まあ記憶喪失にはそういう直感的なものは必要だからね。じゃあもう早速なんか目的地が変わってますけど、ここ何があったんだっけ、なんか王宮的なものがあったんだっけ。あったはずの建物。で別にイベント自体は終わりかな。そうすると出て左へ向かえばいいのかな。ミニマップみたいなのなかったっけ。これなんか広域マップだよね。エリア地図か。そうか、なんか宝箱がちょいちょい置いてあるけど、研究施設が塔なんだ。塔にする意味あるのか。で、ちょっと待って、広域地図にして、あれ、そろそろこっちん、どっちに向かってる。土地勘がマジでわからん。待って、こっちに行くとどっちへ行く。本当にわからんわ。いやいやいや、やっぱこっちだよな。上が今北になってるから、で地図を見てみるとなんかいまいちわからんぞ。もうちょっとこっちの方か。こっち。お、いいんじゃないか。お、イベントが進んだっぽいね。このなんかさ、なんて人の顔みたいな感じで作られてんの、ちょっと怖いんだけど。彫刻みたいなのか。
変わった石像が並んでいる。まあそりゃそう思うよね。王都の東へ出るための橋、バハの東方面へ出られる。もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。確かに確かに。みんなより体が大きい。特に身長が低い方なんだ。そうだったっけ覚えてない。ごめん、よく覚えてない。しょうがないよ、夢の中のお話なんだから。よく食ってよく寝る。ボンキュッポンになりたいのか。まあ確かにリコッタがそうなれば男の視線は釘付けだ。じゃあ進んでいきましょう。この中でいいのかな。離力でしか動かない。離風門。開けごま。開いた。なんて単純な。結構距離があるね。ん？これは？このまま登っていっていいのかな。これこういう端とかをね調べたくなるのか。こういうこっちとかね。特に何にもないか。とある街道。え？すぐ塔があるんじゃないの？街の外へ出た。でっかい塔が見える。結構遠いよ。あれがバハの塔。あ、傾いてるんだ。ピサの斜塔みたいになってんのかな。離力の研究か。魔法のような力。あらゆる断りに干渉し、念じた事象を移しように呼び起こす力。風を読み、炎や水を操り、時として未来を予見する力。
動く石像。まあそのおかげで襲われたわけだけどな。どうする気だって何が。ああ塔へ向かいましょう。このまま地形が変わっている。北側から回り込む必要があると。この道は大陸交易路の一部で、他の町や港はもちろん外国にも通じる街道だったけど、今この地は絶海の孤島です。全然いけねえな。これ何。やはり相当昔のこととしか。水晶みたいな。リコッタ、この目で見てみたかった。わー、敵がいる。そうね、もう強くはないか。お、これはなんだ。キングパンプキン。食い物は豊富にあるね。あれ、おお、ここに敵対とこうか。結構貴重だからな、敵対とこうは。あとこっちにもあるね。レベルアップです。しなる声だ。あとは道なりに進んでいけば大丈夫かな。いけ。ここにもなんか枝みたいなのがあるね。ん、このイノシシはなんか厄介そうだな。おお、巨獣の川。しなる声だ。小さな葉。あ、ポーション補充してきてないけど、まあいいか。そんなに使ってはないと思うから。おお、輝く粘液で肉が欲しいんだよね。原始肉が。原始肉を手に入れるためには古代史と戦わないといけないからな。これは別に古代史ではなさそうだからな。ゴリ押しでいけんな。あそこに鉱石がある。よし、いいね。あ、そういえば、そうそうそう、粘石を手に入れたから鍛冶屋で強化ができるんだけど、強化してくるの忘れたな。多分塔の前にセーブポイントっていうか回復ポイントがあるから、そこ行ったら一旦戻ろう。ワープできるはずだから。ここに木がある。宝箱、宝箱、宝箱をゲットしたい。いけねえし、こっちから。痛い、はめられた。まだいるか。いや、こうやって見るとマジ広大だよな。あれ、四聖台の大穴。超怖そう、こんなところ。みんな見る。あれはジャンダルムから見えていた海の大穴じゃねえか。水しぶきがここまで飛んでくるぜ。すごい景色ですね。海に浮かたれた大穴に海水が滝のように流れ落ちて。ここ
一体なんだ。ダナネ、ダナネ、どうした。頭が。大丈夫か。大丈夫か。ごめんね。ダーナさん、無理をなさらないで。少し落ち着いてきたから。一体どうしたというのだ。あの大穴を見た途端、急に激しい頭痛が。どうしてこの景色、何か知っているはずなのに。思い出そうとすると、アドル、大穴はダーナさんにとって重要な場所なのかもしれません。ただここにいるのは精神への負担が大きいようです。今は速やかに立ち去りましょう。おお、すごいね。これ超怖いでしょ。こんな端っこに立ってたら、まあ、離れてあげるか。すぐにここから離れてやろうぜ。あれどこ行った？敵。よし、こっちから行けば宝箱取れるかな。ここか。シャイコーンの種。これを畑に。お、こいつは一体強い。痛い。てかめんどくさいな、こいつ飛んでるから。そう、これを投げつけてもダメだ。よし、あとは畳みかける。鳥獣の皮。こいつもあれだね、多分五大種だね。原始肉だよ、原始肉。人間の3倍くらいの大きさを誇ってるからね。実際目の当たりにしたら怖えんだろうな。わりかし資源が豊富にあるな。奇妙な塊。ん？こっちとかなんか、あ、別に何にもないか。あそこにも、お、すげえいっぱいある、すげえいっぱいある。また強くなった。奇妙な塊。なんだかんだで減ってきてんな。こっからはいけないか。裏から回り込むかな。この突進系ちょっとめんどくさいんだよ。行って。強くなったね。これってレベル上がると全回復するんだっけ。成長したようです。あ、またいる。てか超いっぱいいる。あれ？イベントが始まった。ヒヒエーって誰かいるの？人の気配。
これはちょっとまずは先に片方解除するか。ヒットポイント的になんかきつい気がするけど大丈夫か。ちょっと怖いぞ。おお、サマソドキック。やばい。ヒールポーション。まだまだいけるよ。もう少しで倒せるはず。しんどい。邪行門か。よし、ここまで来ればね、あとはどうにでもなる。 OK。 宝箱とか。おお、敵対とこう。これかキングパンプキンで、この上に行けと。おお、てかなんでこんなところに人がいんの。繊維服の青年。間に合ってよかった。どうせ船に乗ってた人でしょ。歌手セイレントを聞いていた通り魔の島だよ。以後よろしく頼むよ。いや、お前今までどうやって過ごしてきたんだ。なかなかに根性のある青年だ。バルバロス船長は残念ながら亡くなった。そのまさかだ。カシューも力を貸してくれ。アドル、来てくれてありがとう。君は命の恩人だよ。バルバロス船長のことは本当にショックとしか言いようがない。でも途方に暮れているわけにはいかないよな。ロンバルディア号の船員として必ず船を完成させてみせる。船員さんって船の知識ってどこまであんの。漂流村へと向かった。いやマジでこいつさこんなところにさずっといたんだ。何日経ってるか分かんないけどすげえなあ。あれよ、どこ行けばいいんだ。こっちか。もうちょっと進んでいこう。輝く粘液。
かそっか、結構強くなってきたんだよね。ここに木がある。しなる小枝が多すぎるな。きちんと横か後ろから攻撃していかないとダメージを食らうからね。小さな歯、ポーション用に重要だ。小さな歯はさっき1個使っちゃったからな。お、この変なの何なのマジで。これこれこれ。さて、岩か。こんなん無理だよ。なんとなく違和感がありませんか。周りの岩と違う。うわ、また頭痛か。あれを。水晶石、過去を見ることができる。自分で自分の過去を見るのか。おお、すげえ。これは過去のダーナだよね。調律の方はどうですかい。惚れ惚れしましたぜ。バッハの塔へ向かおうと思います。王と直轄の研究施設、途中までご一緒しましょうかねって。確かにでかいねこいつ言われてみれば。
お、でかいでかい、並ぶとわかるわ、めっちゃでかい。うん、おお、あれはダーナ様だ。ダーナ様、こっち向いてって、アイドルだな。道を開け。おお、ダーナ様がお通りだとよ。ついたのかも。ああ、まだあれか、ついてないか。でも別にさ、こいつついてくる必要なくなかった？何しに来たんだ？はい、というところで、じゃあ、過去のダーナに変わったところですね、まあ、バハの塔に入るために、この先へ進んで、いきたいと思います。まあ、それは次回になりますけれども、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。